九条、松岡茉優、二度目の卒業式で、あの人物、と対峙、最高の教師、最終話あらすじ。俳優の松岡茉優が主演する、23日放送の日本テレビ系連続ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒に、された、50字。最終話の場面写真とあらすじが公開された。教師役初挑戦の松岡が演じるのは、宝来高校3年 D 組の担任、九条里奈。時代に寄り添い、生徒に寄り添うことを諦めた高校の科学教師。卒業式の日に、担任生徒の誰かに突き落とされ、そして時をそ、遡る。教卓に立ち、目の前に見えるのは1年後、自分を殺害する30人の容疑者。九条は、覚悟大きめ、教室、人生、その全てを覆し命がけで生徒に向き合うこととなる。第9話では、娘、鵜久森加納、芦田愛菜の事件を起こした当事者と向き合いながらも、終始、毅然とした態度で言葉を紡ぐ母、鵜久森美幸、吉田羊の姿が大きな感動を呼び、ラストには逃げ続けていた浜岡、青木ゆず、長柄、加藤清史郎が見つけ出し、西野、萱島瑞稀が困った状況だと話したのは誰かと、確信に迫った。何でもする覚悟を決めて二度目の人生を歩む九条は、この世界を変えようと駆け抜けてきた。その思いに、これまで無自覚に人を傷つけ、無自覚に我慢をし、無自覚に見過ごしてきた3年 D 組の生徒たちも、本気を解放してきた。そして、再び、卒業式の日を迎える。九条は1年前と同じ場所で、あの人物、と対峙する。果たして九条の前に現れるのは誰なのか、その結末とは？九条は、変わらない、と諦める人に最後の授業を届ける。